高茶球は、高麗人として、元朝に仕えた軍人。東場の出身。高福源の第二子で、本名は、春季、茶球は、モンゴル名で小技。主君のフビライハーンから常に、小技で呼ばれていた。父、高福源は、高麗北部の国境を守る軍人であったが、モンゴルの攻撃を受けて1231年に、 降伏した上、モンゴルの高麗信仰にも協力したという。このため、1258年に父は、高麗の王族、エアスシ子王の残言を受けて、元にて処刑された。懸命の働きかけで1261年に、名誉回復されたが、これを恨んだ息子の紅茶球は、その後、祖国である高麗に対して激しく憎悪を燃やしたと伝わる。 父の職を継いで官僚寄付高麗軍民総監となった。紅茶級は元の首来の下で将軍となり、1271年には三別省の反乱鎮圧に司令官である計略し頻動指揮下で活躍する。王の兄、昇華皇は三別省より元に対抗する高麗王として擁立されていた。王、と、 王陽の親子も鎮圧に動員されていたが、その単眼にもかかわらず、捕らえられた。王厚氏親子は、紅茶急に殺害された。その後、クビライが、日本遠征を計画すると、監督造船官軍民総監を命じられ、高来人に対して重い雰囲気を強いた。1274年の文英の役では、総司令官骨厚氏に従い、龍直道と共に、 元軍の副司令官を務めて、日本に攻め入るが、日本軍の激しい抵抗に遭い、撤退を余儀なくされた。その後も祖国に対して厳しい不益を強いるとともに、文衛の役では、中軍の都刊し、公安の役では、官令高麗軍と元帥を呼び進む日本、と元帥として従軍した金型喜びを残言して、落とし入れようとしたりした、ともされている。 1281年の公安の役に際しては、東ず軍の司令官、東西と元帥として出陣したが、芝島の戦いにおいて、日本軍に大敗し、日本軍の追撃を受けて、自身も危うく、内死にに寸前まで追い詰められている。その後、1283年に、首ビが第三回の日本侵攻を計画した時にも、その軍備を整える役目を果たしている。 これらの経緯から、現代の韓国においては、紅茶級は祖国を裏切った裏切り者として非難、されている。一方、クビライは、元朝の方面軍で召喚を務めさせるなど、紅茶級を徴用したとされている。ありがとうございます。